渡に夏子か。暇なんだよ。暇だよ。俺らね、勇気ないと思う。ほんと暇なんすよ。なんかじゃあさ、大喜利でもやろうか。でもさ、大喜利って言ってもさ、ほら、何も道具とか用意してないじゃん、俺ら。どうすか。ああ、スケッチブックあった。まもなく午前0時です。さあ、今からしばらくの間訪れる普通でない時間帯は影時間、脚本より誘導がない危険な時間帯である。礼儀図杯アドリブトークコーナー、略してスクエア黄金期。というわけで今からお題を出していくので、皆さん青春時代の記憶を掘り起こしながら答えてください。問題。ファイナルファンタジー6のマタイ陸でティナたちが忘れてきてしまったものは。はい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 、高谷。はいはいはい、はい、います。はい、上松信夫。なにとんでもねえわ。もう忘れちゃった。ハチクローバーとシャドウ。はい、ゼブラ。柱のめぐみ、昔韓国だった。ファイナルファンタジー7の隠しキャラクター、ヴィンセント。最初、どこに隠れていたでしょう。はいはいはい、ゼブラ。ドリンクバー。ボタンとかにヴィンセントっていうボタンがあった。ご自由にみたいな。じゃあ、ご自由に。隣コーラとか混ぜられちゃう。ああ、はいはいはい、サラダバー。一緒だよ。はいはい、ペリカン。女子更衣室のロッカーの中。いや、みんな着替えてるな。やべやべやべみたいな。ずっとヴィンセントの中に入ってる。いいから早くかけよ。早くかけよ。はい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 、はい、プロダイマ王の腹の中。生まれた。ヴィンセント。反撃ヒーローに登場する代表的なエッグモンスター、何々マン。さて、何マンでしょうか。はい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 。はい、高谷。エアーマンが倒せないマン。はいはいはい。バスケットマン。スクエア三大悪女といえば、ファイナルファンタジー8のリノア、ライブアライブのアリシア、あと一人は誰だったでしょう。はい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 、はい、よしよしよし。一人目モン、二人目モン、三人目モン、モンモンモン。はい、はい、高谷。サラダバー。言われた。ファイナルファンタジー7、ディスク1のラストで一体何が起こったでしょうか。これを待ってたんです。はい、大変なイベントでしたね、あれは。はいはい、高谷。いきます。ネコリセット。ファイナルファンタジー7、主人公クラウド、最強リミット技といえば。はい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 、はい、ゼブラ。熱々のおでん。途中。ファイナルファンタジー4のセシル、暗黒騎士からクラッシュチェンジして何になったでしょう。はい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 、はい、はい、セシルが暗黒騎士からクラッシュチェンジしてカイン。はい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 、暗黒騎士から千葉ロッテマリーナ。フリーエージェント。はい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 、はい、プリカン。意外とこんなたがちゃん。影時間が終わりそうもないので、こちらの映像をご覧ください。お帰りなさいませ、ご主人様。失礼いたします。あ、はい。え、なんすかこれ。まだ俺何も注文してないけど。これはあちらの方からです。超最高。
失礼します。ストップザミュージック。測ってねえよ。相変わらずしけった顔をしているの武藤和樹。松田優希だ。ってか何、何なのその格好。一日店長とやらを頼まれてな、戯れついでにやっている。ちなみにこれは今キャンペーン中の超人グッズだ。素晴らしい出来だろ武藤和樹。松田優希だ。てか若者側でそこに座ってますけど、俺あんたのことよく知らないんだけど。記憶をなくしたというのは本当らしいな。私とのあの死闘も忘れてしまったと。悲しいぞ武藤和樹。あのな、俺は松田優希だ。てか、すいません、帰りますわ。おい、忘れ物だぞ松田優希。松田優希だ。合ってるでしょう。バイストンウェルの小さな癒し空間、レッドリボンです。お、優希か。はい、もしもし。いたずら電話かよ。おい、高谷、電話だぞ。はいはい。はいはい、高谷ですよ。切れてますね。It's locked. We have to find another way. Behind you. はい、もしもし。またかよ。おい、高谷、電話だぞ。はいはいはい、またまた高谷ですよ。また切れとりますね。もう、さっきから一体何なんですか？わかんねえ。ただのいたずら電話じゃねえ。さあ、始まるざますよ。行くでかんす。ふんがー。おい、ちょっと待て、お前。ふんが俺んだろ、お前。俺んだろ。よ。ああ、ゆうきさん。お前、何やってんだ。いいわ。ライダー変身ポーズの素振りっす。なあ、ちょっとそこで見てていいか。ああ、いいっすよ。ゆうきさん、どうすか俺のポージング。何かおかしなとこないすかね。ゆうきさん、ゆうきさん、ゆうきさん、一体どうしたんすか。あ、すまん。一体どうしたんですか。ここはな、俺が栄光と挫折を味わった場所なんだ。何やってんだゼブラ、みんなとっくに帰っちゃったぞ。リバウンドしてくれよ。このデンドロちゃんとガービラに刺さってくれないんだ。それはシュートが下手だからだ。何？だから練習してんだろ、クソ。
キャッチマックス。うん、キャッチ関係ねえだろ。終わった、何もかも。奇跡なんか最初から起きるわけねえだろ。刑事係、時計戻して。まさかてめえ。自分で無理やり起こさなきゃ奇跡なんか起きるわけねえっつってんだよ。約束したんだ、あいつは必ず戻ってくる。ただいま、ユウキ。おかえりセブラー。ユウキさん、思い出したんですね。思い出した、思い出したよ。じゃあ、桑谷夏子さんとの思い出も。ああ、桑谷夏子のことは大好きだ。いや、大好きだってことにしてた。え？実は俺、桑谷夏子のことそんなに好きじゃないんだ。え？俺は望月久代が好きなんだ。いやー、望月久代の歌は耐えらんないでしょ。小さなバンジーとか、ひまわりの咲くの原とか聞いてらんないよな。まあまあ、でも俺は昔から川島役のこと大好きだよ。ああ、俺はほら、菅原幸子だっていいと思うよ。ああ、いいね。何言ってるじゃん。ダーリンはどっからどう見ても田村ゆかり萌えじゃん。てかその女誰じゃん。まあ、ゆうきらちゃんどうなの。俺はあの時さ、みんなの前で望月さよが好きだっていうのが恥ずかしくてさ、桑谷夏子は好きだって言ったんだ。あ、桑谷夏子が嫌いなわけじゃないんだ。むしろ好きって言ってよかったよ。だからあんな最高の思い出が作れた。声優と結婚したいとかさ、ガキみたいにみんなでバカやってさ、みんなで騒いでるのが楽しくてさ。ゆうきさ、だからごめんよ夏子、僕にはまだ帰れる場所があるんだ。うん、これじゃ流れねえよな。やっぱまっすぐにしようよ。ちょっとまっすぐ、うん。夏子を中心に、はい、そこまっすぐにしよう。で、他のゆかりとか。うん、オッケーかな。これで多分流れるだろう。よし。うん、よし。じゃああとはそうめんだけだね。よろしく頼むよ。いやそれにしてもな、お前がまさかあんなに協力的とはな。まあ SRX の修理であんまり構ってやれなんだ。大きな世話のじいさま親切。パピオンマスクは憎いやつほど大事にするのさ。ほで、ゆきなつが戻ってくんのか。またひょっこり戻ってくるんじゃない。そうだぜ、あいつはなんだかんだで寂しがり屋だからな。またお前ら。俺も混ぜろ。なあペリカン。俺はペリカンじゃねえ。
丈太郎だ。ゼブラ、後で一発殴らせろよ。あ、お前は俺を膝で殴ったんだよ。タカヤ、この先いろいろあるけどしっかりな。ねえユウキ、私と友達になってくれる？友達なんてなろうって言ってなるもんじゃないぜ。もうユウキさん、置いてかないでくださいよ。もう地獄そうめん、お前も食うか？兄貴、俺兄貴とならどこまでもついていくよ。それはいいけど、そんなとこにいたら濡れるぞ。水の流れを見るのが好きなんだよ、俺はな。この声優そうめんには一つだけ不満がある。被災を追加しよう。借りたベルセルクだけど13巻だけ抜けてんだよ。ねえ、これ14巻読んじゃっていいの？読んじゃっていいの？